お疲れ様です。ラフチャンネルのアリマです。今日の動画はですね、うちにいるレオパのブラックナイトのね、ブラックマリアちゃんって子がいたかと思うんですけど、1ヶ月ぐらい前ですかね、検証をしていたかと思います。床材を黒くしたら、体の色が黒くなるという話がね、あったかと思うんですけど、そのね、結果が出ましたので、そちらを今日は紹介していきたいなと思います。それでは、早速本日の動画行っていきましょう。どうぞ。こちらのケージにね、入っているレオパ。この子がね、ブラックナイトのブラックマリアちゃんというね、名前をつけているメスのブラックナイトなんですけど、1ヶ月前からね、床材、黒色にしたら体が黒くなるんじゃないのかという実験をしてました。で、当初はね、黒色の紙ナプキンを敷いていたんですけど、2週間経っても全然変わらないと。うんちしてますね。まあ、こうやってね、してる糞をね、確認することで、ソイル食べてるかどうかとかをね、判断できたりもします。で、紙ナプキン2週間してたんですけど、黒ソイルに変えました。その結果ですね。はい。こちら。ちょっとアップしてみましょうか。はい。この通りです。どうでしょう。全く変わっておりません。まあそうなんですよ。まあ初めね、黒色の紙ナプキンで、床材を真っ黒にしたらね、きっと体が黒くなるんじゃないのかと、まあよく言われていたね、噂を検証していたんですが、まあ2週間経っても全く変わらないと。で、中にはね、黒色のソイル使ったら色が黒くなりますよっていう意見も確認していたので、本当になるのかなと思って、まあ、ちょっと若干ね、デザートソイルも混ざってはいるんですが、黒色のソイルを使ってさらにプラス2週間見てみましたが、もうね、この通りですね。全然変わらない。全然変わらない。で、もともとね、ブラックマリアちゃんは、フルブラックのブラックナイトっていうわけでもなくて、まあ、ミドルグレードよりはちょっと上ぐらいかなっていう程度の、まあ、ランク付けをね、まあ、表現、見た目をランク付けするとしたら、まあ、そういった感じのランク付けをされてた個体なので、まあ、全部完璧に真っ黒じゃないのは当たり前っちゃ当たり前なんですが、まあ、デフォルトね、この子はもうこれが、この子の決まった体色みたいです。まあでも個人的にはめちゃくちゃ気に入ってます。このまつげの黄色いアイライン。ね。で、側面が黄色が入っていて。見てください、もう顔。めちゃくちゃかっこいいし、かわいい。なかなかね、フルブラック、めっちゃかっこいいですけど、こうやって黄色が混ざったね。柄の入ったブラックナイトも結構いい気がしてます。で、ブラックマリアちゃんは首のところにね、蝶々のタトゥーが入っていて、頭からね、首のところから尻尾の方にかけて一本の黄色いラインと、まあ、ところどころ模様が入ると。もうこれが、この子のデフォルトの模様、カラーリングです。もうこれから変わることはほぼないと。まあそういうことがね、わかりました。まあなんで、床材黒くしたら黒くなっていくよっていう話はね、まあ中にはそういう個体もいるのかもしれないですけど、まああくまでね、検証、このね、一匹でしかできてないので 100% とは言えないんですけど、まあ少なくともね、どのブラックナイトも床材を黒くしたら体色がより黒くなるというわけではないということがね、わかりました。まあ1週間だけじゃなくてね、1ヶ月は試してみたんで、まあ、こんなもんでしょう。これ以上2ヶ月3ヶ月長くやってもそんな変わりはないと思います。黒色の紙ナプキンでも2週間ぐらいやったし、1ミリも変わらなかった。黒色のソイルでもやったけど1ミリも変わらなかった。まあ脱皮前とかね、脱皮後とかの若干の色の、なんていうのかな、程度、振れ幅はね、あるにしろ、まあデフォルトはこの色ですと。まあ一匹ぐらいはね、フルブラック、完璧な真っ黒のブラックナイトを飼育してみたいなとは思いつつもですね、まあ逆に一匹いたら、あとはこんな感じでね、黄色の模様がいかにおしゃれに入るか、まあそういったブラックナイトをね、集めて自分の家でね、ゆっくり観察しながら飼育してみるっていうのも結構ね、楽しみの一つじゃないんでしょうかと。まあそういうふうにね、僕は感じました。
まだブラックナイトを飼育してない人ね、結構多いかと思うんですけど、今後多分時間が経つにつれて金額も多少なりともね、下がってくると思いますし、真っ黒だけじゃなくていろんなね、カラーバリエーション、模様の入り方の個体増えてくると思います。まあそういった時にね、ぜひ、こんな子欲しいなみたいなのをね、イメージしながら、飼育目指してもらえたらなと思います。ということで本日はうちのね、ブラックナイト、ブラックマリアちゃんの色彩変化のね、経過、過程、まあ結果ですね、ご紹介しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。